に解決してよかったね。ええ、これもユイさんとシャオロンのおかげです。そういう神山もなかなか頑張ったと思うよ。ありがとうございます。なあ神山。ん？過激なんていいもんだよな。ああ上海歌劇団はなくなっちまうけど、俺の心は、魂はなくならねえ。この心がある限り、俺は平和を守り続ける。歌劇団ってのは、そういうことなんだ。シャオロン。大したやつだな、本当に。当たり前だろ。俺を誰だと思ってるんだ。俺こそ。上海歌劇団隊長ヤン・シャオロンだ。よう、隊長さん。どうしたんだよ、初歩。何かあったのか？あ、いや、なんでもねえよ。その、呼び出して悪かったな。なあ、初歩。何かあったのか？別に何もねえよ。悩みがあるなら俺に言ってくれていいんだぞ。何も、なんて言えばいいかわかんねえよ。おい隊長さん、あんま人のものをジロジロ見ないでくれ。もしかして初歩、例の実家に帰るって話が本当になったんじゃないだろうな。もしそうだったらどうするってんだよ。絶対に返さない。初歩は花組に必要な存在だ。そうかい、ありがとうよ。素直に嬉しいぜ。でも安心しな、実家に帰るなんて話はねえからさ。よかった、安心したよ。どうもよくわからないな。初歩、一体どうしたんだ？何を悩んでる？なんかさ、参っちまったんだよ。私は何もできないなってさ。私たちは上海歌劇団に勝った。ほんとすげえことだと思う。でもさ、私なんかいなくても花組は
輝けるんじゃないのかな。私には何にもない、何にもないんだ。これか。うちの神社じゃ綱たすきって言うんだけど、変かな。いや、そんなことないよ。初穂の切符の良さをよく表していると思う。切符がいいか。そんなに塞ぎ込んで、いつもの表情豊かで楽しい初穂はどこに行ったんだよ。私だっていつも楽しいばかりじゃねえよ。表情豊かといえば、アツホは話す言葉もいろいろと表現豊かだよな。口が悪いのは生まれつきさ。悪いけど諦めてくれ。口が悪いといえば悪いけど、不思議と嫌な気持ちにならないんだ、アツホの場合。そうか。それならいいけどさ。それも初穂が正直だからだよ。みんな分かってる。うん。おい、どこ見てんだよ。え？いや、たくスケベな隊長さんだぜ。また見てやがる。ごめん。仕方ねえな。今だけ、ちょっとだけ特別だ。おい。あ、何するつもりだよ。たっくん、油断も隙もねえな。切符がいいって言われてもな、そんなの何の役にも立ちゃしないぜ。アツホのその人柄が周りを明るくしてくれるんだよ。十分みんなの役に立ててるじゃないか。そう。見るなよ。桜みてえな綺麗な手じゃないんだ。その大道具をいじったりしてると時々引っ掛けたりして、どうしてもさ。細かい傷は確かにある。だが美しい傷じゃないか。舞台のために力仕事も厭わない。そんな初穂をみんな頼りにしてるんだよ。見るなって。恥ずかしいことばかり言いやがって。確かにその通りだが、拳さえも初穂の心を表してるんだと感心してね。バカかよお前は。自分には何もないって言うけど、初穂には他のみんなにはない力があるよ。他のみんなにはない力？んなもんあるわけねえだろ。元気づけようとしてくれるのは嬉しいけどよ。そんな適当なこと言われたって。適当なんかじゃない。いいか初穂、君が持っている力、それは みんなを笑顔にする力だ。あんたの言葉にも力がないぜ。無理に答えてくれなくてもいいんだ。悪かったよ。何言ってるんだ、立派な力だよ。初穂のおかげで花組は笑顔でいられるんだ。
俺は花組の隊長としていつも見てきた。だから信じてほしい。ありがとよ隊長さん。あんたの言葉で何か救われた気がする。あのさ、もっと近くに行ってもいいかな。ああ、もちろんだ。何も遠慮することなんてない。うん。隊長さん、教えてくれ。あんたの目には私はどう見える？初穂の笑い声が聞きたいな。ああ、いつもの私に戻ったらな。けど今はもうちょっとだけいいだろう。なんだよ、そんなに見つめられたら参っちまうよ。綺麗な髪だ。初穂の髪、俺は好きだよ。あ、うん。ありがとうな。なあ、初穂。ちょっとだけ髪を撫でてもいいか。ああ。いいぜ。私も撫でてほしい。嬉しいな。安心するのにドキドキするぜ。なあ初穂、やっぱりまだ自分に自信が持てないかい？そんなことないぜ。あんたに私の力を教えてもらったからな。ただ今は近くであんたを感じていたいんだ。それだけだよ。こうして間近で改めて見るとさ、初穂って意外に美人なんじゃないか？意外ってなんだよ。これでも小さい頃から東雲神社の女神様って言われてたんだぜ。ね、熱はねえよ。でもほっぺたがさ、熱くて変なんだ。なあ隊長さん、あんたの手で触れてくれないか？ああひんやりして気持ちいいぜ。それになんだか嬉しいな。胸のあたりが温かいや。こんな気持ちになったの初めてだ。けど隊長さんよ、あんたはすげえやつだ。あんたの言葉は私に力をくれる。私が何なのか答えてくれる。だから教えてくれ。私は何なんだ？初穂、俺には君が。初穂に見える。初穂はどんな初穂だって。初穂だよ。なんだよそれ、意味わかんねえぜ。けど私は私でしかないんだよな。どこに行ったって、何があったって。ありがとよ隊長さん。なんか吹っ切れた気分だぜ。さーて
魔法の時間はそろそろ終わりだ。今からはいつも通りの初穂ちゃんだぜ。確かにいつも通りの初穂だ。なんか安心したよ。ま、ちょっとばかし心配かけちまったかな。けど、もう大丈夫だぜ。そうか。それじゃ、俺はそろそろ行くよ。あ、で、ちょっと待ちなよ、隊長さん。ん？そういや、私の胸にずいぶんご執心だったよね。え、やっぱりバレてた。今は気分がいいからこんぐらいで許してやるよ。Mm-hmm.